電源のない環境では、どうする？紛争解決機構を要求するとき、戦争の可能性、それはそこでももちろんあるわけで。その時、テレビゲーム、としてのそれでは、実は不足はあった、という面はあるいはある。今後はともかく、昭和から残るものには、それでは何かの不足はあった、それは間違いないらしい。補正するために数百年、あるいは4桁の歴史を遡る感じはある。しかし。人はその当時も、結局、人だったか。よく言われる話。昔の人も今とそんなに変わらない。それなら、それが求められた理由も現代に通じる、それと共にある、はずだ。物語、それの存在は経済を活性化しうるが、それを作ることができる存在が限定？そこにも問題はあったろうか。歴史的なもの？だ、それにはそんなに否定がない。しかし、そこに横島はいた。